どうも、お疲れ様です。じゃあ、今回もね、創価学会のことについてニュースを報じていこうかと思いますけども、えー、たった今拝見した動画ですけども、タイトルね、ダークサイド・タルイ特別編、タルイ町赤の広場から公明党のポスターが消えたわけということでね、これ、タルイでいいんですよね。まあ、すいません、読み方違ったら申し訳ないんですけども、とにかくね、 えっと、全国各地から公明党のポスターがどん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 剥がされてるっていうところは、他でも聞いたことがあったんですけども、なんでそういうことが起きてるのかなってことですが、今、画面の中央に見えてる方、この方がね、慌たす,すむさんですよね、まあ、最近、私の YouTube 動画でも取り上げることが多いんですけども、あの創価学会と公明党のことについて、うん暴露されてる方なんですよね。 でこの方が今回動画概要欄につけてある、えー、動画寿一号さんの動画なんですけどもこちらの方でね喋、えー、られているのが、えー、創価学会が山口夏男公明党代表を解任するということなんですよねこれ結構重大発表じゃないですかで当然一般メディアでは全く語られてないわけなんですけども後ろの方に翼の党のなんか方が見えますよね 翼の党に関しましては、私、よくわからないんですけども、最近、逮捕されましたよね、3人ぐらい、方がね、翼の党の方が、逮捕されたんですけども、これっていうのは、何らかの口封じなんでしょうかね。で、えっと、山口夏夫さんといえば、公明党の代表ではありますけども、まあ、なんともね、あの、総科学会の理念とは、もう、全く違ったことばかりを、どん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 決めていくというか、 あ与党に組みして、自民党に組みしてね、与党として、間違った政策ばっかりを進めるわけなんですけども、さらにそれをね誇らしげにあっちこっちで語っているわけなんですよ。特に、あのー、何らかの注射が最近ありましたけども、あれを成功させたのは、私の力なんですよとか言って、喧伝してますけども、おいおい、余計なこと作れんなって話なんですよね。最近の超過死亡率を ご覧になっても分かるように、この公明党の山口夏夫さんのせいで、こんなに多くの方が命を落とされたり、体に風害が出たりとかね、まあ、暗い人生を送ることになっちゃったわけですよ。もうなんてことしてくれんだみたいな、それをね、あたかも自分の功績であるかのように誇るっていうのは、一体どういう誇り方なんでしょうね。多くの日本国民を殲滅したぞって言って、闇の勢力に対して、なんかね、 私のおかげですから、引き立ててくださいみたいなことを言ってるのか、それとも本当にいいことしたと思ってね、人気が出ると思って、自画自賛してるのか、まあ、なんなんでしょうね、まあ、とにかく、公明党ってのは、あくまでも創価学会の下部組織なわけですよ、一部なんですよ、でその中で今回、淡田進さんがですね、池田大作さんから直接、お前、政治部をやれということで、指示を得て、スタートしたわけなんですけども、 公明党はそこから完全に一人歩きして、えー、やっぱこのね、国のためにいいことを全くしてないと、で右下の方にね、国会議事堂に向かって喋ってる方がいますけども、これはね、あの日本民族、大和民族をなめるなっつってからね、怒ってるわけですよね、うん、まあそのあたりは私もね、共感するようなところがあったんですけども、これもね、動画概要欄に出てきますので、国会議事堂に対して、誰がどんなことを言ってるのかってことは、そのあたりの動画で確認していただきたいと思います。 で、再度、結論なんですけども、創価学会は公明党の山口夏男代表を解任すると、うん、で、前回の動画でもお話したように、公明党自体をね、解答するって言ってましたね。だから、創価学会とは全く別のことを公明党も山口夏男さんもされているわけなんですよ。もっと言うと、山口夏男さんがね、公明党を率いて、創価学会をもうロンじでね、関係ないことばっかりやってるわけですよ。新人が足りてないということなんでしょうかね。 はい。それじゃあ今回は以上ですので、動画概要欄から、あぜひね、この、す田進さんの心の叫び聞いてみてください、えー。非常にね、素晴らしい動画をアップしていただきまして、ありがとうございました。ことぶき一号さん、えー。URL からご覧いただければ幸いでございます。それでは。